こんにちは。転売アカデミー、古秀夫です。今日は、ポケモン GO というね、ゲームについて、ご紹介します。ご存知の方もいるかもしれませんが、ポケモン GO ですね。かなり流行ってます。どっかの国の大統領が、誰か警備員呼ぶ、ね、そういう洒落た、インスタグラムの写真をアップしたり、あるいはね、ポケモン GO をやりながら歩いてたら、崖から落ちて死にはぐったとかね、うつ病でずっと外に出なかった女の子が外に出てるとか、あるいは任天堂の株価がね、上がっていて、売買総額もすごい、増えたというような形で、かなり熱くなってます。当然ポケモン商品もですね、売れてます。私も、しばらく在庫があったものがね、いきなり売れたんで、これなんで、出品方法をね、間違えてたというのがね、後から分かった商品なんですけど、なんでこの値段で売れたのかなと見たらね、どうやらポケモン GO で、そのキャラクターを、見つけ出したんでしょうね。それで売れてたというのがありました。ただ、早とちりしてね、儲かんない商品を扱っちゃしょうがないんで、何かね、扱い商品広げたいなという方は、ポケモン GO、ポケモン関連商品、結構おすすめです。どういったところでね、どういう商品を買うといいか、これは、また個別に相談いただければ、アドバイス差し上げますんで、質問してください。間違っても、すごい売れてるものでね、割高だけど売れてるから買っちゃえというような形でね、仕入れると、ドツボにはまります。こうね、ポケモン GO の流行り具合を見た感じだと、どうやら、今年いっぱいはこれね、いけるんじゃないかと。いつまでいけるかわかんないですけどね。今年のホリデーシーズンの時にはもうね、ポケモンブーム終わってたというのはちょっと考えにくいんで、ホリデーシーズンで扱う商品がね、全然決まってないという方はね、ポケモン商品、候補の一つとして入れるとよろしいんではないかと思います。どんな風に扱えればいいか、気になる方、ね、扱う余力のある方、ポケモンに興味のある方はご質問ください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。